すいません、遅延さん。遅延症ですか ?20 分のお願いします。どうぞ、ありがとうございます。失礼しまーす。あれ?確かこの時間は水泳だけど、こんな寒い日にやるはずないよな。胸を遅刻か。ああ、これ、遅延症です。じゃあ、さっさと水泳の準備をしろ。え?水泳やるんですか?当たり前だろ。今日からプール開きだ。寒すぎますって、風もめっちゃありますよ。水温はあったかいぞ。何度ですか?2度だ。1滴の寒中水泳じゃないですか。死にますって。大丈夫だ。サウナも用意しといた。罰ゲームじゃないですか。冷水入ってサウナ入るやつ。お前はやれないんだな。やりませんよ。誰がそんなプール入るんですか?アロハー。みんな早くおいでー。ギャル強チーズ。遅延症ですか？いらねえっす。今日は学校じゃないんですね。入学式なんで後輩の面見に行くんですよ。あ、行ってらっしゃいませ。入学式だるかったな。先輩もパッとしねえしな。つまんねえな。おい一年。え、この人誰？3年の五十嵐だ。五十嵐ってまさか一人で100人のヤンキーを倒した伝説の？調子乗ったら潰すかんだ。はい。マリダセイことすんなよ。え、男なら自分より強いやつと戦えよ。だってこいつらが調子乗ってたからよ。じゃあおめえも調子乗ってるから私が潰すよ。ごめんごめんごめん。ギャル強。ちょっと胸を。どうしたの？充電器持ってない？あーごめん持ってない。ちょっと西川。持ってないよ。もう使えないな。どうしたらいいの？どうかしましたか？いつもモバスイなんだけど、iPhone の電源切れちゃって。モバイルスイカですか？そうなの。改札タッチしてみてください。は？だから充電切れてんの。いいからタッチしてみてください。バカなの？え？なんで？充電が切れても予備電力が残ってるからいけちゃうんです。マジで？スゴぽよー。降りる時もタッチでいけますので。アサぽよー。ねえねえ、ついでに充電器貸して。え？ギャル強。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。アサぽよー。俺からクラス写真撮るので並んでくださーい。おはぽよー。どうしたんだ、おでこ押さえて。アイロンで火傷したの。ハリーポッターみたいだな。バンガーリアムレビオーサってやらせんなよ。チーズ、五十嵐、お前も火傷したのか。昨日の怠慢で怪我したんすよ。鬼滅の刃の炭治郎みたいだな。水の呼吸一の肩ってやらせんなよ。お前らこれから写真撮るんだぞ。それ来月にしてくんない？賛成。ダメだよ、みんな準備してんだから。はーい。お前ら早くしろ。榊原先生どうしたんですか？ちょっと実験に失敗してな。ブラックジャックじゃん。ギャル山駅はどこですか？え、ギャル山駅へ行くんですか？生徒の家庭訪問にな。あ、お気をつけて。おう、お前ら早く案内してくれ。はい。なんで俺たちも行くんだよ。ここがタクポヨちゃんの家です。ほぼ鬼ヶ島じゃねえか。よし、じゃあ行くぞ。よく普通に行けるな。チーズ。おう、家庭訪問に来たぞ。お母さんは？あ、マミー。チーズ。いつも娘がお世話になってまーす。癖ありすぎるだろ。こちらこそです。あ、あとうちのペットも見てって。うん、じゃーん、かわいいでしょ。駅員さんがまとめて定期作ってくれるからお金の準備しとけよ。すいません、親から定期代もらったんですけど。どうしたんだ？ゲーム機買ったらなくなっちゃいました。バカなのかお前は。じゃあどうするんだよ。チャリで通います。チャリで来れる距離なのか。5時間かかります。絶対無理だろ、足取れちゃうぞ。俺も金ねえっす。どうしたんだ？親が金くれなかったんすよ。あれ、五十嵐は家どこだっけ？あれっす。歩いて来れるな。もう早くして。タクポよ、そのお金はなんだ。まさか悪いことしてきたんじゃないよな。失礼だな、普通に定期代持ってきたんだよ。駅員さん、いくら？タクポヨさんは6ヶ月定期で97万円ですね。かっかチーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。西川、榊原が寝てるぞ。3問目の答えわかる？俺もわかんねえ。使えねえな。おはぽよ。タクポヨちゃん、机にテスト置いてあるよ。アザポヨ。胸を、タクポヨちゃんに見せてもらおう。え？なんで？なんであの子は。中学では学年トップ、漢検英検にも1級に合格した超エリートなんだぞ。そうなの？タクポヨちゃん、お願い。じゃあテスト返していくぞ。胸を西川。はい。お前ら何やっとんだ？二人とも0点だ。あ、ごめん、みんなに見せたの五十嵐のだった。ギャル怖。ねえねえ、 TikTok で LINE の共有開いて3番目って誰？え、何それ。3番目の人があなたを好きなんだって。え、なんかドキドキするね。くだらねえ、誰がそんなの信じんだよ。いいからタクコちゃんやってみよう。うん、共有開いて3番目ね。
胸尾だわ、胸尾拓子ちゃんのこと好きなんだ。好きじゃねえよ。わかりやすすぎんだろ。じゃあ私も見てみる。どうせ五十嵐くんでしょ。共有開いて1、2、3。え、誰？バラッチ。え、キモー。なんで先行のライン持ってんだよ。はい、席につけよー。ねえバラッチ、私のこと好きなの？なんだいきなり。そんなわけないだろ。まあそうだよね。いや、まあ生徒としては好きだけどな。え、キモー。かわいそ。チーズ。致命傷ですか？30分のちょうだい。はい、どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。あ、1時間目体育か。日焼けすんじゃん。胸を走れ。うおー、石川俺にくれ。はい、ナイスパス。五十嵐のやつ体育だけは真面目だな。当たりや。照れんなって。うるせえ、終わったら帰るからな。早くお前も入れよ。え、日焼けするから無理。ぽよちゃん、後でチュルメあげるよ。やるー。オッケー、じゃあ行くよぽよちゃん。はい、待って待って待って、どうしたらいいの。はい、やるっすよ。なんで俺が先頭なんだよ。いいから行けよ。先生にバレたら終わりじゃねえか。胸を、もうすぐで女子部屋だ。うわぁ、走れー。うわぁ、何やってんだ。お、終わった。こっそり女子部屋に行こうってか。なんでいるんだよ。先生を舐めんなよ。すいません。お前らが女子部屋だと思ってた部屋は先生の部屋だ。最悪だ。お前たちにはペナルティーだ。何ですか？強制送還だ。じゃあお前らこの電車に乗れ。はい。あれ、みんな何してんの？タクポよ、もう消灯時間だぞ。何やってんだ。あ、クラブ行ってた。強制送還だ。やるっすよ。あー、はあ、ん？駅員さん。はい。終電は？今行っちゃいましたよ。ナイポよー。どうする？次は始発しかないのでタクシーとかで。あ、そうだ。え？来て。おう、大丈夫か？誰かー。本当にこれで行けんのかよ。行けるっしょ。期末テストの採点でこんな時間だわ。ん？誰か止まって。タクポよ、何しとるんだ。え、バラッチ天才、うちまで送ってって。お願いします。勝手に乗るんじゃないバカ野郎。いいでしょ、一人でボソッと帰るより若い子とドライブできて。うるせえ、ギャルっすよ。え、最終列車郷土行き、間もなく到着いたします。間に合ってよかった。また歩いて帰るとこだったな。それはマジ勘弁。まったく、電車遅れてんのか。あ、停電だ。え、おい、どうなってるのよ。駅員、説明するのよ。おっさん、うっせえよ。え、誰だ、生意気な野郎は。野郎じゃねえし。お客様、申し訳ありません。復旧までお時間かかります。おい、ふざけるな。それではお待ちの間、夜空をご案内いたします。え、は、真ん中に見える三角形は夏の大三角でございます。へえ。どれ、そんなの知ってるのよ。だからおっさん、うっせえよ。え、なんだお前は。二人ともうっせえわ。近くにございます、明るい星は乙女座のスピカでございます。あれ、タクポヨ乙女座じゃなかった？ いいえ、私はサソリ座の女。ミトはケイチじゃねえか。いつぴったりじゃねえか。それではお客様、復旧まで空の旅をお楽しみください。これもありか。これもありか。大変だ、ホームで五十嵐が喧嘩してるってさ。誰と？ヤバそうなおっさんと。え、とりあえず行こう。お前が抜かしたのよ。お前だろうがよ。こわ、ほっとこうぜ。俺が先に並んでたのよ。俺だっつってんだろ。年上に、なんだその態度は。今は関係ねえだろ。どうすわ。あ、やってみろ、クソが。二人まとめてぶっ飛ばしてやんよ。え、タクポよ、しょうもないことで喧嘩してんじゃねえよ。こいつが俺の順番を抜かしたのよ。いや、こいつだよ。どっちでもいいわ。てかここ始発なんだからみんな座れるっしょ。ああ、そうだな。ちょっと東京リベンジャーズ見てるから静かにしてて。ギャル強っ。元気高校生アイドルのタクポよちゃんだ。かわいい。あざぽよ。あの子あんなに人気だったんですね。お前知らねえの？今やテレビじゃ見ない日はないほど人気だぞ。そうなんですね。ん？いつも見てくれてるの？うれぽよ。僕もサインお願いします。はーい。ん？何にしてやる。あいつ包丁を。待て。刺されたぞ。逃げろ。おい、しっかりしよう。至急救急車と警察をお願いします。この女が悪いんだ。俺たちを裏切ったんだ。何があったか知らねえけど、お姉ちゃんを守れてよかった。ちょっと駅員さん、駅員さん。おい、元気そうじゃん。もうピンピンしてますよ。無事犯人も捕まって、あの子も安心してたよ。よかったです。お客様の命も大事だが、自分の命
命も大事にしろよ。はい。それじゃあ前回の続き開いてください。おはぽよー。タクポよ、また遅刻か。ううん、電車の遅れ。じゃあ遅延証は。あ、どうぞ。ん？遅延証明人でございます。何ですかそれ。電車の遅延を先生に信じてもらえないという学生のためにやってまいりました。絶対いらないでしょ。いるって、いつも疑ってくんじゃん。お前は日頃の行いが悪いからだろう。うざぽよ。それではタクポよさんが乗っていた電車の遅延時間をお知らせします。あ、はい。タクポよさんが乗っていた電車の遅延時間は15分でございます。これ絶対いらないですよ。他に時間使ってください。それではまた明日。バイバーイ。明日も遅れる気なんだ。チーズ。遅延症ですか。20分のちょうだい。どうぞ。あさぽよ。おはぽよ。タクぽよ、荷物はそれだけか。タブレットだけあればよくない。授業受けるのにノートとペンがいるだろう。いや、タブレットで全部できるから。紙に書かないと覚えられるわけないだろう。それって普通に紙の無駄じゃない。勉強するために紙があるんだよ。バリフル縄文時代かよ。とにかくタブレットは没収だ。学校にはノートとペンと辞書を持ってこい。だからタブレットで全部できるっつーの。動画も見れるし、シェアもできるし。そうかもしれねえがよ。辞書も入ったカバンなんて誰が持つの。まったく時代が変わったな。あー、軽い軽い。ギャルっすよ。ちょっと駅員さん、どうされましたか。定期作ってくれない。あれ、お姉ちゃん高校卒業しましたよね。留年した。え、そうなんですか。だからまた学割で定期作ってほしいの。あー、なるほど。作ってもらえないの。留年した人でも学校からの通学証明書があれば学割で作れますよ。あざぽよ、じゃあ作って。かしこまりました。もう1年か。え？バラッチなんでいんの？定年退職じゃなかったの？その予定だったわ。でも学校に頼まれてもう一年やることになったんだよ。え、だる。次はあのバラッチのお葬式だと思ってたのに。ふざけるな。新学期からビシバシ行くからな。あ、じゃあ先に遅延証渡しとくね。ガクポよ。ギャルっすよ。俺の席はどこだ？クソが邪魔なのよ。は？お前の頭で通れないのよ。うざぽよ。次出してたら許さんからな。はいはい。お姉ちゃん、何？席変わろっか。え、いいの？もちろん窓側なら安心して寝れるでしょ。あざぽよ。でもお姉さんは眠くないの？私は余裕だよ。クソが邪魔なのよ。あ、て受ける。チーズ。遅延症ですか。10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。バラッチ遅延症。はいよ。じゃあ補習を始めるぞ。なんで私だけなの。お前が今までサボった罰だ。サボらせるような授業すっからだろ。黙って教科書を開け。うざぽよ。え、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアタクポヨ。ハッピーバースデートゥーユー。え、なんでみんな。3月生まれのやつはいつも学校でお祝いできねえだろ。でもちょうど補習があったからさ。マジうれぽよ。みんなでケーキ食べよ。補習終わってからな。だるぽよ。チーズ。チーズ。遅延症ですか。ちげえよ。白馬にスノボ行くの。あ、いいですね。輝き乗ったらすぐだよね。はい、大宮を出たらすぐ長野で、そこからはバスが出てますね。あざぽよ。あざーす。え、バス止まってんの。ごめんね、バスのエンジンが凍っちゃってね。もう私が燃やしてあげようか。いや、ダメだよ。まあ諦めるしかないよね。だな。ええ、お前らここで何しとんだ。バラッチ、バス止まっちゃってスキー場まで乗せてって。嫌だね。これから温泉に行くんだよ。バラッチ、あざぽよ。あざーす。いいって言ってねえだろ。ギャルとヤンキー強。ご乗車ありがとうございます。ん、どうかしました。今日この街を出るんだ。そうですか、寂しくなりますね。うん、じゃあ行ってくる。行ってらっしゃいませ。東改札からホームメトロさん。こちらホームです。どうした。今日旅立ちのギャルがいます。盛大にお見送りをお願いします。オッケー、任しとけ。今日旅立ちのあなたへこの曲を発射します。え、花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩して、いろんな壁二人乗り越えて、生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。
電車来たから行くね。ギャル強。電車止まってんの？ごめんなさい、車両トラブルの影響で。え、東京ドームまで行きたいんだけど。今 JR は全部止まってて行けないですね。じゃあ諦めるしかないよね。ごめんなさい、都営地下鉄がありますよ。え、今から振り替え輸送を始めるのでこっちへ乗ってください。あざぱや。え、ホームさん、あと一人行きます。はいよ。 JR さんは振り替え表をお客様へ。できてますよ。それじゃあお客様、ホームまで走りましょう。チーズ。それでは東京ドームへ野球観戦楽しんできてくださいね。いや、ビールの売り子のバイトね。あ、こっち。チーズ。遅延症ですか？90分のちょうだい。100分におまけしときますね。あざぽよ。え、この後何？先生たちの歌らしいぜ。いらねえだろ。それでは先生たちから卒業生への歌のプレゼントです。自由をかけるとうめえな。だよな。おはぽよ。パラッチは？そういえば歌ってないな。え？弾けんの？泣いちまったよ。お前のせいで俺まで寂しいよ。早く帰ろうぜ。だるかった。すごい。お前たち卒業おめでとうな。バラッチが書いたの？この人と一緒にな。どうも、駅員さん。卒業おめでとうございます。皆さんに遅延証を何枚配ったんでしょうね。いつもあざっぽよ。今まで皆さんは電車に乗る側でしたね。でも明日からは自分という電車を自分で運転しなければなりません。はい。特急で進むのも快速で進むのもあなた自身です。はい。でも時には停車したくなる時もあります。はい。そのために駅があります。皆様にとって一番安心のできる場所を見つけて、各駅停車でもいいから進んでいってください。以上、俺の言うことは聞かないお前たちの最後の授業でした。バラッチー、もうママなんて嫌いだ。ソウスケ、今日はどこ行くの？横浜のおばあちゃんの家。ママと喧嘩したんだ。そっか、気をつけてね。うん。もうママには会いたくない。おばあちゃんと暮らすんだ。まもなく列車発車します。乗ります。まさか司令さん取れますか？はい、こちら旅客司令。空に何か光が見えるんですが。え？先輩、ニュース見てください。緊急速報です。気象庁によると数十分後に地球に隕石が衝突する模様です。嘘だろ。車掌さん取れますか？はい、緊急停車を願います。どうしたんですか？隕石が衝突する。そんな隕石が衝突する。そんなすいません、うちの子を見てないですか？ただいま現場も混乱していますのでお待ちください。待ってなんていられません。もう時間がないんです。それは僕らも同じです。ソウスケ、ごめんね。ちょっと不正乗車ですよ。どうせ今日で全てが終わるのよ。関係ないのよ。確かにそうか。これもこれももらってくわ。もうむちゃくちゃだ。タクコちゃん、ずっと好きでした。今さら何なの？今日で終わるなら最後に言っとこうと思って。最後って何よ。ごめん、ソウスケ、ごめんね。ママに会いたいよ。もっと遊んどけばよかったな。ママに謝りたい。今何時？タクポよ。何？隕石が落ちてくるぞ。地球はもう終わりだ。ガチ？ちょっと見てくる。ちょ、タクポよ。あれね。おりゃあ。よーし、ボーリング行こう。緊急速報です。突如隕石が姿を消しました。え？不正乗車と万引きで警察がお待ちです。胸を。よっしゃー、いつの間に。ソウスケ、ママ、大丈夫だった？うん、ママごめんね。後悔しない生き方を。駅員さん、ゲーセンはどこですか？西口のケンタッキーの隣ですね。ありがとう。タクポヨのやつ、報酬をサボりやがって。行ってらっしゃいませ。あと1回で取れそうだな。絶対取るぞ。お前ら、え、タクポヨ見てないか？あ、プリクラの方にいると思います。プリクラな。イエーイ、
ーイ、イエーイ。おい、客ぽよ。げー、お客様すいません。なんだ、プリクラは男性だけでは入れませんよ。あ、ふざけるな、あいつに話があるんだ。バーカ。おい、男が入ってんだろ。女子と一緒ならいいの。うっす、ふざけたルールだ。入りたかったら女の子と一緒においで。客ぽよ、ギャル強チース。あれ、何ですかその格好。ソフトボールのクラスマッチ。なるほど、ホームラン打ってきてね。ここまでぶっ飛ばすね。ツーアウト満塁、これで打てば逆転か。誰が打つ。俺しかいねえだろ。私もいいんだけど。特ポよ、お前野球やったことねえだろ。バットはいつも持ってるから。なんで。じゃあ任せたわ。はーい、うん、クソイキンがふざけてるんじゃないわ。もしかしてそぐわ。ギャル強。ハンブラーを持った男が自転車で走り回ってるぞ。え、死にたくないよ。逃げろ。もう俺たちは終わりだ。屋上にいたら誰か助けてくれるはず。え、助けに来たよ。なんでヘリ乗ってんだよ。助かった。降り方プロじゃん。もう自衛隊入れよ。チーズ。あれ、不審者は刃物を持って自転車で走り回ってるみたい。おい胸を、誰が刃物って言った。え、俺はハムって言ったんだぞ。じゃあハムを持って自転車で走り回ってる人って。ウーバーです、ハムを届けに参りました。ウーバーイーツじゃねえか。あ、私が頼んだやつ。お前かい。